皆さんお疲れ様です。それでは、今回は久しぶりに AW のチームデスマッチやっていきたいなと思います。最近 AW がアップできていませんでしたけれども、その理由としてですね、本当に人口が少ないですね。びっくりするぐらい。今回ね、でそのダウンロードコンテンツ第2弾のマップ、一応現時点では新マップなんですけれども、まあ配信からね、もう2週間ぐらい経っちゃって、新マップと呼んでいいのかよくわからないような状況ですけれども、動画をね撮りたいなと思って、本当は、いくつかチャレンジしていたんですけれども、本当にマッチングがしなくてですね、どうやら日本人の方のやっぱりね購入者が少ないのかなという感じで、今回もなんとかマッチングしましたけれども、おそらく海外の方のロビーですね、これ。ああ、やられたか。で、そういった関係でね、ちょっとなかなかマッチングできなくて、録画できないでいたところに、ちょっとハードラインを遊んでいたら、ハードラインが楽しくなっちゃって、ついついそっち遊んでいました。ということでね、また今回は久しぶりに AW 遊んで楽しくやっていきたいと思います。よし。でもそんなにラグ感じないですね。よしよしよし。フレンドさん聞いたところ、やっぱり BO2 が多いみたいですね。BO2 10万人ぐらいいたのかな。なんか、フレンドさんに聞いたらね、本当今 BO2 にやってますよって教えてもらったので、血塞いでないな。よし。結局だから新マップは2、3回ぐらいしか遊んでなかったっていう感じで、そのあたりでもちょっと心折れちゃいましたね。せっかく買ったのにっていう感じで。あ、なんか出ましたね。フィールドターレット。これ初めて見ますね。セントリーガンみたいな感じですけれども、同じ扱いでいいのかな ?OK。よし。さあ、最近ハードラインを遊んでいな、あ、間違えた。ハードラインばっかりやってたので、このスムーズな動きについていけるかなんですよね。あ、バレてた?あ、寝そべってたか。索敵がうまくできない。さあ、リスイッチがよくわからないんですけど、もうちょっと前までっていいのかな?お、見えてる見えてる。ここじゃあ、この位置ぐらいに置いておく。よいしょ。もうちょっと前に置きたいですけれど、前線に味方がいなかったので、あの位置に置きました。こっちから回っていくか。そこいますね。そこショッティもいますね。そこは倒してくれてた。ほい、よし。こっちから湧いたのがクラスだ。お、ヒットマーク。セント君頑張れ。4、5。弱けいった。弱かったぞ。あのセントリーガン何なんだ。可愛かったですね。パンパンパンっていう感じで。おお、びっくりした。いたのか。あ、まあ3ピン4ピンならまあ普通ですね。もう慣れました。やっぱり BO2 なんですかね。それでちょっと考えてたのが、 AW は最近結局はなかなか動画が撮れていなかったので、せっかくなんでちょっと過去作にもちょっと戻ってみるのもありかなという感じで、フレンドさんも結局みんな BO2 やってるので、僕の友達はちょっとそういうことを考えてるので、もしかしたらまたパンとアップするかもしれないです。もしその時はよろしくお願いします。そこ絶対いるんですよね。ちょっと左気をつけた方がいいよ君。あ、抜けられた。ちょっとリロード挟みたいな。前も打ってる。一幕一幕。あー、ナイスコンビネーション。今のかっこよかったですね、敵。よし。あー、やっぱり外人さんのロビーかな。ただ、それほど、ラグというものも感じないので、問題なくプレイできてるので、全く気になりませんね。たまーにひどいのありますけど。あ、あ、ちょっとここの中央の構造がわからない。ちょっとごめんね。ちょっと一回帰ります。この動きが速くてハードラインばっかりやってたのでちょっと慣れない。
落ち着いていこう、ゆっくり。右でサップ。あ、抜けた。後ろからも来る、急げ。 OK で後ろ上を登って、ミサイルストライク、逃げろー。そこにいる、こっち出てくるか。来た、予想通り。そこをクリアリングしてからの、そこも来るから、ここ怖いですね。一人で前線を上げるのは難しいマップですね。おいしょ、おお畜生、強気でいったら二人いた。よし、あいたーい取られる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 。あ、またあのターレットが出てる。取られたかな、これは。あれ、いないな。じゃあもう一回ちょっとし獲得しての、ここからここの直線に、うわー、やられたそうか、チケット数がアップデートで、だいぶ前のアップデートですけど、200じゃない、100チケになったんですね。200チケって長えよってセントリーガンを置いてその先にプレイヤーが行っちゃ意味ないですよね死角をカバーするような形で置かないといけないのに。あの人ショットガンだ。あー、後ろから忍び寄ってた。よし、頑張れ頑張れ、君なら倒せる。1キルぐらいするんだ何なんだあれは、空気銃か優しい、優しさに包まれたセントリーガンのようですね。よし、なんちゃって操作で結構いけますね、このゲームゾンビもね、本当はやってたんですけれど、最初のプレイで38ラウンドいけたので、なんか嫌という感じで結構思いのほか簡単だったので、結局2段ジャンプがあるんでね、あの過去作でいうトレインっていう動作がほとんど必要ないんですよね。ぴょん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 、少し広いところで飛んでいたら簡単に高ラウンドが取れるので、そちらの方はちょっともう動画にはしませんでした。よいしょ、ミサイルストライク、あれ、あら、ミサイルストライクからミサイルストライク、そこいますね。大丈夫だ、敵は取ったぞ。これ今頃ターレット壊された。こっちから湧いてますよね絶対。やっぱりラスト1キルになる前にボミングランをこれで倒す。あ、終わったあ、まあいい試合でしたね。9チケ差なので負けちゃいましたけれども、面白かった。ちょっと試合を選んでいけるだけの試合数こなせないので、まあ楽しいなと思った動画をね、アップさせてもらおうかなと思いますし、せっかくね新マップで遊べれたので、ということでね、他のマップももしね、動画撮れたら、アップしてみたいなと思いますので、またよかったら見に来てやってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。